砂糖と塩、これは砂糖です、これは塩です、どちらも白い粉です。どんな違いがあるのでしょうか。触ってみるとどうでしょう。砂糖は少しベタベタしています。塩はサラサラしています。舐めてみるとどうでしょう。砂糖は甘いです。塩はしょっぱいです。何からできているのでしょう。砂糖は畑の植物からできています。塩は海の水からできています。どちらも食べ物を美味しくします。トトン、ネズミが散歩から帰ってきました。床の下からはガタガタ音が聞こえます。おかしいな、なんだろう。また音が聞こえます。トンコトトン、返事がありません。誰かが扉を叩きました。君の家の下に引っ越してきたモグラです。よろしくね。二人は仲良しになりました。トンコトトン、おやすみなさい。トンコトトン、また明日。ブシカエツコブンタシロシサトエ。小さいつ、カッパ転んだ、根っこがあった。カッパ怒って腹っぱ走った。それを見ていたこっちのカッパ。アヒルのあくびやあいうえお。カエルがかきゃっこかきくきゃこ。サルくん逆立ちさしすせそ。タヌキがたこあげ立ちつてと。ナマズが仲良くなにぬねの。ハチさんはらっぱはひふへほ。マリちゃんマリツキマリヌメモ。ヤギさん山道あいうえよ。ラクダでラクラクラリルレロ。ワニさんは投げでワイウエオ。どうやって身を守るのかな。動物はいろいろなやり方で足です。山嵐の背中には長くて硬いトゲがあります。どのようにして身を守るのでしょう。山嵐はトゲを立てて身を守ります。木が来たら
に体の外側は硬い甲羅になっています。どのようにして身を守るのでしょう。アルマジロは体を丸めて身を守ります。敵が来たら甲羅だけを見せてじっとしています。これはスカンクです。スカンクのお尻からは臭い汁が出ます。どのようにして身を守るのでしょう。スカンクは汁を飛ばして身を守ります。敵が来たら逆立ちをして脅かします。敵が逃げないと逆立ちをやめてください。臭い汁を飛ばします。やゆよ、怪獣100匹地球の上で宙返り。これ音読やってないけ。バスオン。お母さん、お父さん、お兄さん、お姉さん、ほうきに乗って夕焼け空を飛んでいる。